こんにちは、キューブです。今回レビューしていくアイテムはこちら、トランスフォーマーロストエイジムービーアドバンスと店舗限定ブラックナイトスコーンとブラックナイトスラッグです。映画トランスフォーマーロストエイジの公開期間前後にはトイザラスなんかを中心にいろいろなショップで店舗限定アイテムの予約受注がありました。実際の発売や発送は去年の秋頃となっていたものが多かったですが、これはその中の2つです。基本的には映画ロストエイジムービーアドバンストシリーズのデラックスクラスのアイテム、スコーンとスラッグのリカラーアイテムになりますね。ちなみに通常版のスラッグとスコーンのレビュー動画は多分この辺に出ているリンクからご覧になれます。この2つは店舗限定品なんですが、ちょっと珍しくてトイザラス限定みたいな単一店舗の限定品じゃなくて、どれも複数チェーンをまたぐ共同限定版でした。詳しい取扱いチェーンについてはタカラトミーの公式ホームページをご覧ください。基本的に通販で予約された方が多いと思いますが、店頭在庫を出したショップも一部あったようです。ちなみに自分はスコーンはビッグカメラ、スラッグはヨドバシカメラの通販で予約注文しました。パッケージはそれぞれこんな感じです。まずはスコーン、続いてスラッグ。前から見るとバックカードの部分はほとんど柄が同じなので、最初はブリスター部分の名札が違っているだけなのかなと思いましたが、こうやって裏返してみるとちゃんと後ろの写真もこのアイテム専用のものですね。裏のこの辺に書かれている英語の解説文は通常版の各アイテムと同じなんですが、日本限定ということでそのさらに下に日本語訳が書かれています。ちょっと読んでみましょう。まずはスコーンから。恐竜の強靭な顎と、まるで突進する戦車を思わせる気象、空気を震わし大地を轟かせ歩く兵器、それがスコーンだ。なんというか曲がりなりにもオートボットなのに、正義や秩序に関する記述はゼロで凶暴だっていうことしか書いてありませんね。では次にスラッグ。命令を聞くのが大嫌いなスラッグ。しかし破壊しろとの指示があれば別だ。恐竜の野生に目覚めた彼が通った後には何も残らない。こっちはもう正義について触れてないとかじゃなくて、ほとんど悪役のキャプションですね。これさすがは大のボット。ではそれぞれ開けていきましょう。それぞれパッケージから取り出すとこんな感じ。収納のされ方は通常版と同じですね。中に入っている説明書は通常版のものと全く同じものが入っています。ご覧になって分かる通り、番号が本当は EX なんですけど05と07と通常版と同じになっていますからね。中身を出して並べるとこんな感じ。リカラーですから部品構成はどちらも通常版と全く同じですね。ただカラーリングからくるイメージは通常版とはまるっきり違いますね。実際にそれぞれ通常版と並べてみましょう。まずはスコーン。想像以上に違いますね。唯一この辺のブロンズゴールドの塗装周りだけ共通してますけど、他は完全に別物です。次にスラッグ。こっちはもっと別物ですね。スコーンは塗装部分だけは大体共通でしたが、こっちのスラッグは塗装も赤からシルバーに変更されていて完全に別物です。ところですでにお気づきの方もいらっしゃると思いますが、今回のこの2体名前の頭にブラックナイトとあります。そこで思い出されるのが以前このチャンネルでもご紹介したこちらのアイテム、リーダークラスブラックナイトグリムロックですね。ちなみにブラックナイトグリムロックの動画はこの辺のボタンからご覧になれます。実は今回のスコーンとスラッグはただのブラックバージョンではなくて、公式ではブラックナイトカラーと歌われていて、こちらのブラックナイトグリムロックと同じアプローチで劇中カラーにより近づけたカラーとして発売されています。されているんですが、ちょっとどうなんでしょうね。こちらフレームの色が見やすいようにロボットモードにしてあるんですけど、このブラックナイトグリムロックはブラックとはついてるんですが、塗装にも成型色にも黒い部分というのは全くありませんでした。腰回りや顔のマスクだけ、まあ黒っぽいといえば黒っぽいですかね。そんな感じなんで、実は海外のレビューアーさんの動画を見るとブラックナイトグリムロックについて、これブラックかみたいな疑問を口にされてる場合が結構あったりします。ですが今回の2つは名前通りのブラック。スコーンの方はまあ若干ガンメタリックっぽい黒なんですけど、スラッグの方の成型色はもう完全な黒です。もちろん元々のカラーはそれぞれ赤と紫なんで、確かにそれよりははるかに劇中に近づいたって言えますけど、ブラックナイトグリムロックと同じアプローチのカラーかって言われるとちょっと違うような気もしますね。現にこうやって並べてみた感じもやっぱりちょっと色味が違ってますからね。ではそろそろ2つまとめて、トランスフォーム。はい、ロボットモードになりました。すみません、こちらのスラッグなんですけど、動画前半の恐竜モードを映した部分の多くがこのヒレの付け根あたりに透明の留めゴムがはまったままの状態で撮影されていました。パッケージから出した直後だったんでちょっと一瞬気がつかなくて外すのを忘れてしまいました。すみませんでした。まあでも透明の細いゴムなんでディティールの確認にはあまり影響ないと思うので、心の目でないものと思って見てくださるとありがたいです。それぞれの変形プロセスやあと稼働については通常版と全く同じなので今回は省略します。通常版の動画で詳しく紹介しているのでそちらを
をご覧ください。ロボットモードの印象も通常版とは全然違ってますね。実際に並べてみるとこんな感じ。まずはスコーン、お次はスラッグ。こうして真横に並べてみるとスコーンの方は差し色の色味が若干違うだけでほとんど同じ仕様で塗られていますが、スラッグの方は差し色が入る場所自体が少し変えられていますね。特にこの頭と脇腹に使われているダークレッドはロボットモードでは全く見えていなかったから、通常のスラッグにはこういうロボットモードだけで現れるカラーというのはありませんでしたから、こういう変化がつけてあるのはいいですね。先ほどのブラックナイトグリムロックと改めてロボットモード同士で並べてみるとこんな感じ。色分けが割と全身に広がるせいで恐竜モードで比べた時ほどは乖離してない感じですけど、でもやっぱり同じコンセプトのカラーリングかと聞かれるとそういう感じではないですね。ただ比較してみた時色味が似てないっていうだけで、それぞれ単品ではすごくいいですよね。やっぱりブラックバージョンというのはロマンがあります。実はダイノボットって人気のモチーフなのに G1 から今までブラックバージョンってほとんど出たことないんですよね。特に今回のこの2つみたいにグリムロック以外のメンバーのブラックバージョンというのは本当に皆無で、海賊版に時々それっぽいのがあったらしいですけど、オフィシャルのブラックバージョンは多分なかったと思います。その意味でグリムロック以外にブラックが出たっていうのは今回快挙でしたね。あと今回いじってて改めて思いましたけど、ムービーアドバンストのダイノボットは本当に出来がいいですね。なんとも言えず満足感があります。以上、トランスフォーマーロストエイジムービーアドバンスト店舗限定ブラックナイトスコーンとブラックナイトスラッグの動画、いかがだったでしょうか。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。楽しんでいただけたでしょうか。チャンネル登録はこのすぐ下にあるボタンから、スマートフォンやタブレットでご覧の方は動画の下の赤い登録ボタンから登録できます。よろしくお願いします。今回の動画をご覧になってですね、ダイノボットのブラックバージョンをここまで特集しておいて、なぜあれとの比較をやってくれないんだって思われた方多少いらっしゃったかもしれません。ご安心ください。一応そこは分かっているつもりです。はい、こちらですね、トランスフォーマー博限定ネメシスグリムロック。そうなんです、今回の2つのアイテムは劇中カラーに近づいたというより真の意味でのブラックバージョンに近かったので、並べた時により調和するグリムロックはブラックナイトよりもこっちだと思うんですよね。というわけで近々こちらネメシスグリムロックのマイクロ版を出すので、その中で比較していきたいと思います。いや、これいつ開けようかと思ってたんですけど、ようやくタイミングができそうです。このネメシスグリムロック、パッケージ裏のキャラ解説をお読みになった方いらっしゃるでしょうか。これがなかなかに燃えるキャラ設定なんですよね。ネメシスプライムとの関係性がなんというか一部女性ファンに刺さりそうな空気もあります。その辺もご紹介できればなと思っていますので、お楽しみに。